今回は、ゴーマニズム宣言スペシャル新戦争論1を紹介します。日本は戦争しない。多分しないと思う。しないんじゃないかな。まだ、ちょっと覚悟はできかねると思っている。あなたへ、今、日本は普通に戦争をする国になった。だが、これは本当に日本人自身が希望したことなのか今年は終戦70年。 大東亜戦戦争争とはそもそももどんな戦争だったのか日本にとって自衛隊を派遣した2003年イラク戦争とは何だったのかなぜ今イスラム国は台頭しているのか日米安保でアメリカは日本を本当に守ってくれるのか集団的自衛権で自衛隊はアメリカの戦争にどこまで付き合えばいいのか 日本人に国防意識はどれだけあるのか ?2014 年慰安婦問題の問題点と世界はこれをどう見ているのか靖国神社は日本人にとってどう考えるべきなのかいや、漢本、ヘイトスピーチをはじめとする偏教なナショナリズムはなぜ生まれたかなど。大ベストセラー、戦争論から17年。 過剰に右傾化した日本の舵を一旦真ん中に切り戻す衝撃作第1弾「戦争論」から17年言論空間に変化は来たしたのだろうけれど。 変わっていなかったものがある。脆弱な子に耐えられない人が今も変わらずいたということである再び自分が己に向き合うことから始めなくてはならないのかもしれないそこから向き合えない人が多いから孤独をしたり自分をごまかし続け人のせいにして憎悪に走ったりするのだろう以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。